アレン社の代表的なペッパーボックスピストルとは、回転式弾倉と銃身が一体化した形態を持つ、黎明期のリボルバー拳銃の一種である。競技には1830年代に登場した、同様の形態を持つダブルアクションオンリーのパーカッションロック式回転拳銃のことを、講義には、銃身と薬室が一体化した銃身を3本以上、束ねて、連射を可能とする形態の銃器を意味する。単に、ペッパーボックスと呼ばれることもある。回転しつつ、弾丸を打ち出す形態が、スパイスミルの胡椒引きに似ていることから、ペッパーボックスの名称がついた。西部開拓時代初期のアメリカで大流行した、拳銃の一種である。一般的には、薬室と一体化した銃身を複数本束ねたものを回転させることで装填動作を省略し連射を可能とした銃器のことを言うが、特にサミュエル・コルトが特許を持っていた引き金を引くだけで回転連射が可能なダブルアクション機構を持つ護身用の小型拳銃を指していた。米国では1830年代-1850年代、世に溢れかえるほど行き渡った銃として知られる。歴史上、リボルバー式拳銃の祖である銃身と薬室が分離した形態の銃器が登場したのは、1700年代前半ヨーロッパと言われている。この頃のリボルバー式拳銃は、いわゆる古式銃に相当する、フリントロック銃などに回転式薬室を設けて、連射可能とするものだったが、こうした機構を組み込んだ複雑な構造の銃は高価この上なく、一部の貴族や金持ちのステータスとして所有されていたものがほとんどで、おおよそ実用にはほど遠かった。日本の江戸時代にも、このような発想による複数銃身を持つ火縄銃が開発されていたが、大規模な戦争が過去のものとなっていた当時は広まらなかった。打艦式拳銃が発明されると、拳銃の発射機構は、より簡素になり、コルト社やレミントン社のアーミーネイビーモデルに見られるような近代のリボルバー拳銃に近い形態のものが登場することになるが、それでもまだリボルバー拳銃は、高嶺の花であり、その用途は主に軍用で、一般庶民は単発式の拳銃を多く所持していた。こうした状況下で、単発拳銃を主に生産していたイーサン・アレン社は薬室と銃身を一体化させた複数銃身にパーカッション式発火機構を備え、コルトのパテントだったダブルアクション機構を備える簡素な連射式拳銃を発明し、これが後にペッパーボックスピストルと呼ばれるようになる。コルトのリボルバーの3分の1程度の値段で手に入る。連射拳銃として、米国全土に広く行き渡り、この時期は、コルト社が一度倒産した頃と重なる。19世紀に普及した、ペッパーボックスピストルは、複数の銃身を結束するのではなく、レンコンのような穴を銃身とする一つの塊として、鋳造する製法が取られていた。この製法のおかげで、頑丈な上に、安価な発射システムが大量生産でき、コストダウンに大いに貢献したと言われている。通常のリボルバー拳銃のように銃身と薬室を回転ごとに精密に結合させる技術も必要ないため、内部機構の大幅な簡素化も価格低下につながった。さらに、当時のリボルバー式拳銃は発砲のたびに撃鉄を引き越す必要があるシングルアクションが主流だったのに対し、ペッパーボックスは引き金を連続して引くだけのダブルアクションで、矢継ぎ早に連射することが可能な唯一の銃種だったこともヒットの要因となった。しかし、一体鋳造の重心圏薬室で口径を大型化すると重心が前方に寄ってしまうため、弾薬の強化発展は望めず、回転するシリンダー重心から発射される弾は固定重心に比較すると命中精度も劣る。さらに、南北戦争の影響もあって、コルトやレミントンの高性能なパーカッション回転式拳銃が安価で大量に流通するようになると、ペッパーボックスは急速に衰退し、1850年代後半にはそのほとんどがその姿を消すことになる。銃器の発展史で言えば、ペッパーボックスピストルは、単発式拳銃から近代的な、商用リボルバー拳銃に移行するまでの黎明期を埋めた銃種となっていた。作家のマーク・トウェインは、ペッパーボックス拳銃について、銃身が回転するので、敵に当てにくい。一発撃つと暴発して装填された弾が全部発射されてしまうことがあり危険であるという評価を残し、こういった弾がどこに暴発するかわからない、同銃の安全性の低さ、命中精度の悪さを指して、アレン・ペッパーボックスを撃つときには、そばにいない方が良い。ただし背後にいる分には、危険がないとも皮肉っている。一発撃つと暴発して、弾が全部発射されてしまう現象は、チェーンファイアと呼ばれ、ペッパーボックスピストルに限らず、当時のパーカッション式回転銃器全般が抱えていた、暴発の不具合でもあった。これは前走式の回転式銃器を発射した際、その発射円がシリンダーギャップと呼ばれる銃身とシリンダーの隙間から別の薬室内の発射薬に引火することによって起きる事故である。これを防止するために、あらかじめ薬室に蓋をかぶせるようにシリンダー口をグリスでシールするが、急ぎの再装填の際ではこの手間を省くことも多く、また前装式ゆえに再装填する際にこぼれた発射薬がシリンダー周りに残っている場合もあり、チェーンファイアの原因となった。鋳造が未熟で薬室の密閉性に問題のある粗悪なペッパーボックスピストルでは、この電化現象がよく起こったと言われているが、構造的にはシリンダーギャップそのものが存在せず、延長されたシリンダーによって発射薬は、通常のリボルバーよりさらに奥に位置しているので、チェーンファイアは比較的起こりにくく、万が一起こってしまっても弾が前段飛び出すだけで、前方に銃身他の付属構造物のないペッパーボックスは、銃本体の構造破壊につながる深刻なダメージを引き起こさない利点もあった。これらの特徴と価格の安さ、また当時の基準から見て、再装填の容易さから、それなりの性能があれば良い。購買層には、中古リボルバー市場が形成される前までは愛用されていた。衰退後においても、米国では同様の複数重心を持つ拳銃が、ペッパーボックスピストルと呼称される。これは、講義の用法であり、回転重心方式ではなく、形状も、呼称引きとの類似性は、もはやなくなっている。3本以上の複数重心を指すため、COP357 に似たフレーム構造で、上下2連式のデリンジャーは、ペッパーボックスに含まれない。現代では衰退したものの、近代技術を使用した、ペッパーボックスピストルが小型連発拳銃の需要に応じて製造され、使用されている。以下にその銃を列記する。ありがとうございます。